うん、ははうん、は、うん、ははうん、は。どうもムクムクのムックですぞ。今日も日本科学未来館に遊びに来てます。マンモス展をやってるんですぞ。さあ、ところで皆さん、永久凍土ってご存知ですか？これはですね、なんか冷たい土というか、なんというか、こう冷たい、とにかく冷たい土なんですよ、ね、でその中にいるとカチカチに凍ってしまうんですって。でなんだか冷凍庫みたいですね。それで今日はその土の中で凍っていた冷凍標本、これを見せてもらいますぞ。それでは行ってみましょう。うっはっはうっはっうほ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 う。ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネル。今日はムックの日ですぞ。はい、ということでチェンチェン、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、これが噂の冷凍標本ですか？はい、冷凍標本ですね。そもそも冷凍標本って何ですか？お、冷凍標本ですね、永久凍土から見つかった、そのままの姿で見つかったものですね。なので骨以外は皮膚、筋肉など、毛など残ってますね。あ、なるほど。これとっても冷たい土の中にいたから骨だけにもならず、こう生きていた時の姿のままで残っていると、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですかね。そうですね。あ、なるほどね。じゃあこれがその永久凍土から出てきた冷凍標本。なんかミイラっぽいと言いますか。これは何の冷凍標本なんですか？はい、今手前にあるのが、古代の馬ですね。馬？え、馬というとパッパカパッパカパッパカって走るあの馬ですよね。へー、あー、なかなか迫力がありますよね。すごいですな。チェンチェン、このケースの中は今どのぐらいの寒さなんですか？ほら、ムック、上見てください。あ、マイナス20度以下ですね。とても寒いから、間違えて中に入らないようにね。え、入ったらどうなりますか？入っちゃうとミイラになっちゃうんじゃないかな。あ、私まだ絶滅したくないので入りません。いや、それにしてもこの馬というよりはなんかこう羊っぽいですよね。はい、この馬ですね、確かに2週間ぐらいの馬ですね。ということは生まれてすぐに冷凍になっちゃったんですか？はい。この奥の方は、この奥の方は、毛中マンモスの皮膚です。あ、マンモス。この前は毛を触りましたけど、今回は皮膚なんですね。はい、皮膚です。あ、これがマンモスの皮膚ですか。なんと31,150年前のものだそうですね。でもこれ皮膚なんですよね。ということは焼き鳥で言ったら皮になるわけですよね。はい、そうですね。これにタレをつけて焼きマンモスにしたら美味しいということですかな。そうかもしれませんが、食べてみたいんですか？いやいやいや、ちょっと聞いてみただけですよ。貴重な標本ですからね。はい、ムクムク、こちらに来てください。ん、何何何って、ここも冷凍標本ですよ。大きい。これ皆さん見てください、大きいですよ。そしてよく見てみると角がありますね。え、これは牛ですか？バイソンですね。バイソン、名前はユカゲルバイソンと言います。ユカゲルバイソン、これも遥か遥かずっと昔に生きていた動物なんですよね。はい。それがこんなに綺麗な状態で残っていて、2019年の今こうして見られる。そうですね。すごいことですな。ちなみにこっちの隅でちっちゃく飾ってあるこの2つの、これは何なんですか？左側は子犬ですね。右側はライチョウです。犬とライチョウ。はあ、いや、これはまたものすごくリアルな、いや本物なんですけどね。いや、なんと言いますか、お疲れ様でしたという感じですね。ガチャピンチャンネル。じゃあムクムク、月のところ行きましょう。早い、次の展示ですね。世界に
一つだけの花です。ん、世界に一つだけの花。ああそっちのマンモスの花のこれはキナカマンモスの花です。ああマンモスの花、はい、この前マンモスの花は見られませんでしたもんね。そうですね、あの時見られなかったお花が今ここに、はい、その唯一の花ですね。なかなか残らないから、うん、こんなだけの大きさで残っているのはやっぱり珍しいですね。ああそうなんですね。ではじっくり見させていただきましょう。ああ花ですなこれは子供のマンモスの花ですか？あ、大人のマンモスの花です。へえ、このサイズでも大人なんですね。ぜひ本物の花をたくさんの人に見てもらいたいですな。ねえムク、このケナカマンモスの花見てください。何？特に花の先のところ、はいはいはい、ハートの形しません？ハート、チンチン、なかなかロマンチストですけど、でも花ですぞ花ですねあ、これはまたものすごく大きいですな。え、これは何ですか？これですね、2005年に愛知九博で展示したユカギルマンモスの頭です。ユカギルマンモスの頭、そのままですかこれ？え、もちろん本物ですよね？はい、本物です。こんな迫力のあるもの、そう見られるものではないですよ。もっと近くで見たいという人はぜひマンモス展に来てくださいね。ガチャピンチャンネル、今日もたくさん貴重なものを見させていただきました。チェチェ、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いや、何万年も前のものを見る、これはなかなかロマンがあって不思議な感じがしますね。いつか私のご先祖も見つかる日が来るかもしれませんな。マンモス展は11月までやっていますから、ぜひ遊びに来てくださいね。それでは皆さん、また明日。バイバイ。